こんにちは、トコトコ教室の田中さとこです。教室では様々なレッスンをしています。その中の一つに発達障害児のための音楽レッスンというのがあるんですけれども、教室で時々、セミナーや、勉強会をさせていただいています。その時に講師としてお呼びしている先生が馬田先生という先生になります。で、今日はその馬田先生の、オンラインセミナーを初めてするということでご紹介させていただこうと思います。ここで馬田先生をご紹介させていただこうと思います。馬田先生はアコール合同会社代表、 ABC 研究所福井代表、ABC 研究所サポートスタッフとしてお仕事をされておられます。特別支援学校教員として17年間ご勤務された後、現在のアコール合同会社を設立されておられます。教員時代は主に知的障害や自閉症の子どもたちの教育を行うとともに、特別支援教育コーディネーターとして園や小中学校等に対する教育相談なども行っておられました。そして ABC 研究所福井を立ち上げられてから、幼児から成人までの発達障害の方の支援や相談、園、学校、障害者施設等の職員の方を対象としたコンサルテーション、セミナーなどを行っておられます。トコトコ教室でもお教室にお呼びしてセミナーや勉強会などを開いていただいています。この写真はその時のものです。で、私は発達障害児のこのレッスンは、5年前からしてるんですけれども、始めたばかりの時は今もそうなんですけど、手探り状態ですよね。手探り状態っていうか、わからないままではないんですけれども、これをしたらどうかな、あれをしたらどうかなって、こういうことをしたら喜んでくれるかなとか、楽しくしてくれるかなっていうのを常に考えながら、やっているんですけれども、当時はもうとにかく一生懸命その子のとにかく好きなものでレッスンをしよう、好きなことでレッスンをしようっていうことだけを考えてやっていたんですが、馬田先生のそのお話を聞いて、私のやり方って間違ってなかったんだなっていうのがすごく分かって、ただもっと最善の方法はあっただろうっていうのが思うので、子育てだったりとか、レッスンにも限らず子育てにも、知っておくと、もっと発達障害のお子さんがストレスなくレッスンを受けられたりとか、ストレスなく生活ができたりっていうことに早くつなげてあげられるんじゃないかなと思うので、今回はたくさんの方にこのお話を聞いていただきたいなと思って、ご要望もあったのでオンラインで、勉強会をすることになりました。今疑問に思っていることやお困りのことが必ず解決に向かっていく勉強会になっています。ぜひご参加ください。お申し込みやご質問は概要欄をご覧ください。